ファーストラウンドは12ポイントを持ってこのラウンド。さあ強いディスク配置が見て、あっと惜しくもファンブル。セカンドスロー。さあ配置がしっかりと見上げてディスクを確認したが、ちょっと上がりすぎた感があります。30サードショット、これはいいリスク、ハイジしっかりと見て OK、ミドルレンジグランドキャッチの5ポイント。15さあこれはどうだ、右に流れてるディスク、ディスクダウン。最後ギリギリ間に合ってハイジ見て取った、 OK、 最後はグランドキャッチの3ポイント、最後はナイスプレーでした。このラウンドは8ポイント、合計は、20ポイントでゲーム終了となります。